はようございます。町長の太田です。今月は防災について、敬老の日について、新型コロナウイルス感染症についてお知らせします。はじめに防災についてです。毎年9月1日は防災の日です。また8月30日から9月5日までの1週間は防災週間です。町の総合防災訓練は4日日曜日に、新型コロナウイルス感染防止対策を講じた上で実施を予定しています。近年夏から秋にかけて襲来する台風は全国各地に甚大な被害を残しています。各ご家庭で平時のうちに防災ガイドブックやハザードマップをご覧になり、台風など自然災害への備え方と避難先や自宅周辺の危険な場所を確認してください。また南海トラフ巨大地震のような大規模災害の場合には、同時に多数のけが人が発生し、速やかに救急車が駆けつけられないことも考えられます。そのような場合、頼りになるのは地域住民の協力体制です。被災時に助け合う方法について話し合いを進めていただきますようお願いします。次に敬老の日についてです。今年度対象となる78歳以上の方は2794人で、このうち米寿の方は160人、100歳になる方は13人です。今年度100歳になる方を合わせ、100歳以上の方は全部で34人いらっしゃいます。敬老会対象者の皆さんへは、町内各地で敬老会や記念品の贈呈が実施されます。また町内の最高長寿者は107歳をお迎えになられた方で、最高長寿者と100歳をお迎えになる方へは町からの記念品をお渡ししてお祝いします。最後に新型コロナウイルス感染症についてです。オミクロン株の派生型である BA.5 の爆発的な感染拡大により、森町でも新規感染者数が高止まりしています。県では県内全域を BA.5 対策強化地域として9月30日までの期間、適切な受診をすること、不要不急の外出を控えること、適切にマスクを着用すること、ワクチン接種をすることをお願いしています。現在発熱や風邪症状があってもすぐには受診できないなど、医療機関の受け入れが困難な状況ですので、基礎疾患がなく重症化リスクの低い、比較的症状の軽い方は市販薬での対応をお願いします。町では軽い症状がある方に対して抗原検査キットの配布を行っていますので、条件に該当する方はご利用ください。また現在実施している60歳以上および基礎疾患がある59歳以下の方を対象とした4回目ワクチンの集団接種は9月17日土曜日で終了となります。対象の方で接種を希望する場合は早めの予約をお願いします。今後
オミクロン株に対応したワクチン接種を予定しています。対象者や実施時期など詳細が決まり次第、対象となる方に接種券などを発送します。ワクチン接種の情報は随時町ホームページに掲載しますので確認をお願いします。引き続き基本的な感染防止対策を徹底し、体調不良の時には出勤、登園、登校、外出を控えて感染を広げないように、お一人お一人の慎重な行動をお願いします。